んにちは、ジャイキリです。スーパーライジの時の安田流星ではありません、はい、ということで今日なんですけれども、まあ、先にね、企画の発表をしちゃいましょう。ということで、本日の企画、身近な人間ならドーピング誰でもはめることができる説ということでね、今回はこの企画をやっていくわけなんですけれども、まずね、ちょっと僕の趣味について話したいんですけれども、まあ、野球をすること、漫画を読むこと、まあ、格闘技観戦をすること、人の荒探しをすることとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その中でね、僕一番ハマっていることが格闘技観戦なんですよ。今ね、日本の世の中全体がちょっと話題になった、まあ、ドーピングの件について、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろ話題になってたわけじゃないですか。まあ、そのね、件を見たときに、僕、ちょっとふと思ったわけなんですよ。僕のメンバーってムーってプロボクサーなんですよ。で、11月8日にプロボクサーとしての初の試合があるわけですよ。その期間でドーピングにはめられてしまったら試合できなくなりますし、これからのボクサー人生と格闘技人生も全部おじゃんになってしまうわけですよ。なのでこれは、まあ、このね、ジャイキリのリーダーとしても守らなければいけない、検証にかけながら、まあ、こういうことはちゃんと注意しなきゃいけないよっていうのをムーにも伝える動画になっているので、まあ、途中なんですけどね、僕たち3月31日までチャンネル登録者10万人くらいの YouTube っていうプラットフォームから、まあ、消えてなくなってしまうので、すごい未登録がね 90% って言ってね、それ YouTube としてはすごい伸びるチャンネルっていう判断されるのが未登録の数なんですけど、なんと 90% です。はい、なので 90% の人がしていただければ、もしかしたらね、年内で10万人も達成するかもしれないので、ぜひね、ポチッと見たことがあるなとか、見てみて面白いなと思った人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、まあ、企画の説明なんですけど、ターゲットは、僕のメンバーのゆうさくん、そしてムー、そして僕はインフルエンサー野球チームのパウルスピリッツというところに所属してるんですけども、今日ね、その正義で練習する予定があるので、正義にもその検証をしていこうかなと思います。どうやってやっていくのかっていうと、ドーピングっていうのはある程度気づいて止まれるっていうのが大事だと思ってます。なので、ちょっと気づけますよね、あなたっていうところのポイントもしっかり作っていきます。なので、まずはちょっと検証したいことがあるから企画に手伝ってほしいと、ちょっと曖昧な感じで誘います。ボールから始まります。で、まあ、息が上がって、やべきついぞっていうところに僕が水を渡します。で、それを飲んでしまうのか飲んでしまわないのかっていう検証になってます。で、水も未開封だったらさすがにかわいそうなので、あえて気づけるようにまずラベルを剥がします。開封後にペットボトルをしておくので、それを走った後にポーンと渡して、まあ、とりあえず飲んでっていうふうにします。まあ、ちょっと、ね、今日はそういう企画やっていこうかなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。すいません、スーパーライジンの時の話題。こんにちは。はいはいはい、名刺に。いらないな、名刺の学びに。はい、ということで、まあ、今日なんですけど、まあ、ちょっとある検証を取りたくて。終わっちゃうんだよ、動画が。ポリカン走ってもらいます。ポリカン走ってもらいます。なんで、まあ、シンプルに、インスタのね、質問で、まあ、親しいで、やったんですけど。はい、これタッチ。お前に、インスタのストーリー見ね、お前とムーと、正義にやりたいように検証動画何がいいですかって言ったところ、ダッシュって大体2本目が早いみたいな、あーはいはいはい、あるから今日3本走ってもらいます。それってあれじゃない、アスリートだからじゃないの。えアスリートだから速くなるんじゃないの。ないです。もういい、いくよ。逆光だからもう行って早く。まあいいや、2本でもいいよ。ダメ、行って帰ってくる。じゃあ2本にしよう。2本の方が早いって言ったから、ちゃんと走ってね。3本あと考えちゃうから。行くよ、行くよ、よーいスタート。いや、タイムなんて取るわけないんだよ。タイムなんていらないんだよな。あ、でも結構早いね。ガン走ってー。これはちなみに、はいはい、開封済みです。ラベルも取ってあります。これに気づけなかったらダメだね。早くー、あとちょい。はい、全然ダメ。普通のアスリートの結果みたいになって。天皇賞秋のパンサラッサがきつかった。パンサラッサは前行くから、すぐパンサラッサ歩き持っちゃったんだ。うん、足前出てこねえ。はい、それあと村岡もやるから置いといて。まあなかなか前出てこないですからね。
ただ君はあの一般人代表として、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 テンション結構成功飲んじゃったか。あ、来い、帰ってこい、帰ってこい。お前今さ飲んだよね、それ。どこの誰かかもわからないものを飲んだね。まずいね。じゃあ一旦戻ろうか。はい、ということで、まあ、この企画なんですけど、身近な人間なら誰でもドーピングはめれる説。飲んだね、飲んじゃったね。やっぱ飲んじゃう。俺が毛髪検査あるのにやるんだ。毛髪検査だ。いや、ダメです。毛髪検査じゃアウトです。覚醒剤。お前後でやれよ、普通に。いやね、俺は普通に2本やれよ。あの肉離れしてるからやんね。いや、うちだめ。無理、うちだめ。無理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 、絶対無理。無理だよ、お尻なんか。無理、絶対無理。シシドやめろ。わかんねえんだよ、シシド言われても。正義でーす。正義でーす。はい、なんですか。かわいい、ニューカワイイですね。ニューカワイイなんで。今日もニューカワイイでございます。はい、ということで、検証企画。じゃあやるよー。ちょっと一回やりましたよ。ただラベル剥がれてるのだけは、あ、スポンサー厳しいんだと思って、うん、だからはめれます。今んとこ2の2です。あ、あとはプロに任せよう。そう、ムーこれから走るでしょ、うん、俺走ってんの、走るのよ。そうだから走る、走る走る、これ走んないってここできないから。いや走るよ。よーいどん。はい、こんちゃん。じゃあ、はい、こんちゃん。あ、挨拶してくれるんですか。ちょっと見てたけど、ある検証をしたいと。ある検証、ある検証、ある検証。これから走ってください。よし、自信ある。あるよね。自信あります。だよね。だってさ、もうデビュー戦近いんじゃない。デビュー戦近いんで。だよね。あ、じゃあ仕上がってる。仕上がってます。7キロ落とすんでね。あ、こっから、こっからね、ガンガン走ってます。あ、じゃあ走りには自信があるわけだ。自信あります。じゃあとりあえずね、ポールガンをまず1歩走ってもらいましょう。余裕です。余裕、いきますよ。よいドン。怪しいです、あいつは。非常に怪しい。まずさ、なんでタイム測んないんですかとかないから。なんで走るかも聞いてないから。走るかも。こんなに人死んでるから。いつか騙されるで。しかも見て、今回あの、ザです。ザだ。ザだもん。いや、早い。あー、素晴らしい。やっぱ違うよ。あー、素晴らしい。はい。1分だったらいますね。1分だったらいいかな。もう一回いける。きつい。いや、きついよね、さすがにね。でもこれまだ1ラウンドみたいなもんだもんね。そう、ラウンド1分だし。はい、いいよ。シャロ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 。いいよ、いいよ、いいよ。走って、お願いだから怪我だけはしないで。あ、でもね、大学の時に天使の親父めちゃくちゃいいって言われてる。そうなんだ。そいつが満を持して、あのデビューするからね。いや、見に来て。いつでもいいよ。帰ってきた、帰ってきた。早く、ナイスだ。ナイス。もう足場。やばい。きつい。いや、早いよ。すごいわ。いや、あんなやかなか、いや、あんなやかなか、いや、あんなやかなか、いや、あんなやかなか。君、飲んじゃったね。なんかそういう検証ですか。なんか、お前は職業だけ教えて。プロボクサーです。プロボクサーだよね。誰のかもわからないものに飲んじゃった。やらかした。それが検証か。測
かってないからおかしいなと思って。おかしいなと思った。おかしいなと思った。思ったでしょ。なんでわかんねえの。ちょっと検証の名前だけ言ってもいい？身内なら誰でもドーピングはめることできる説。うわー、すごい。検証やってて、だから俺はあえて企画もまあまあ意味わからない。とりあえず走って。でタイムも測らない。上がってないじゃん。うん。でラベルもない。ラベルもない。怪しいじゃん。怪しいじゃん。はい、開けた？開けてない。勝ちしてた？開封してた。そうだ。うん。開封してた。誰だから？ガチ言ってないもん。ね？ほら。何時もやられる可能性あるから。マジ気をつけよ。こういう企画だから。はい、口にするもの、すべてにおいて疑いを持ちなさいという話です。よし。これボクサーだよね。はい。っていうね、あの企画になってます。だから難しいよね。だってこんなね、でもうさっきそこでさ買ったやんとも言えるけど、でも一瞬で入れられるかもしれないじゃん。わかんないでしょ。あのそういうあの決勝機会になりました。なのでね。いい面白いこれ。これ面白いでしょ。これ面白い。これ面白いでしょ。だからまあこういうねあの企画もやっていくんで、あの皆さんあの注意してくださいね。気をつけてね。騙されるわ。だからただのドッキリじゃないから。これあの教養番組だから。確かに。なのであのぜひ皆さんドーピング気をつけてください。以上です。ありがとうございました。じゃお前はドッピングやろ。俺らはドッピングやろ。俺らは消しケースないから。うん、140投げたいから。うわ、あとお前走ってるの俺いるしねえか。あ、ニコダレです。ニコダレはあの、遊びか。